こんにちは、ノブです。アナザーエデンやっていきます。今回は、外伝最終話ですね。第3話、いきたいと思います。さよならを継ぐ者。魔剣に本来の力を取り戻したディアドラだが、何か気がかりなことが残っているらしい。詳しい話を聞いてみましょう。ねえ、アルト。ここのところ随分ディアドラに肩入れしている。ねえ、確かにね。確かに、めちゃめちゃ肩持つよね。なるほど。気づけるタイプなんですね、アナベルさんは。熱でもあるの。どうした？あの子。フードの次はあの子。なるほどね。それに加担しているアルドって一体。ということで戻るのかな。結構往復の回数はありますね。で、推奨レベルからメンバーは変えなくても大丈夫でしょう。シュゼットは連れてこなくてもなんとかなると思います。これなんか最深部ジャンプとかできないよね。で、まあ、今度は何が待ち受けてるんでしょうね。すごく気になるけど。で、これをクリアして、星4のディアドラが手に入るので、結構いいイベントかなと思いますね。まだクリアされてない方にとっては特にね。おう。僕も目が覚めましたわ。え？あそこか。で、アナザーダンジョンの追加要素も、ここのベリーハードだけなので、もしかするとクリアされてる方々にとっては、もうちょっと追加要素あったらよかったかなと感じるかもしれませんね。その話自体は面白いし、ディアドラもアナベルも、まあ強いキャラだとは本当に思うんですけど、もうちょっとこうね、あの黒い玉を越した方、もしくは、クロノスメナスの宝石なしですね。で、倒した方にとっては、もうちょっと強いキャラと戦いたかったなという思いはあるかもしれませんね。で、あそこか。なので、いつ来るのかな？今度いつでしょうね？追加要素としては。それまでは、手に入ったキャラを、まあ、育成しながらゆっくり待つのかなというイメージですね。はい、了解です。で、あとは結構皆さんから、キャラの性能の紹介をしてください。まあ、このキャラ強いんですかっていう質問がコメント欄やツイッターで増えてきたので、まあ、そういった動画も少しずつ上げていければいいかなと思ってます。おう。もうすでにあそこにいるんだけど。
終わりです。眠くなっちゃった。私が受けて立ちます。お願いします。確かに気になりますね。うん、すごく不思議な感じですね。いた。追いかけましょう。ほう、ちょっとなんか怖いんだが、ちょっと入るの怖いんだが、私ギューンって光る変な穴からここに来たの。でもなくなっちゃったみたいな。ああ、いつものやつですね。ならぬ。どういうことだ。う、僕の嫌な予感がちょっと的中しそうだ。どうやらフェアバイレに魔力を貯めるほかないようだ。今度いくらですか。今度いくらですか。14万ということで、ここで一度切って14万点貯めに行きたいと思います。で、戻ってくればイベントが進行するはずですね。そうか。じゃあアナザーダンジョンのベリーハードが解放されてればそっちで、されていなければハードでポイントを稼ぎに行く感じですね。一度動画を切らせていただきます。はい、ということで魔剣にポイントを貯めて戻ってまいりました。で、さっきちらっとこの鏡の上のボタンを押したんですけど、そしたら お姉ちゃん待たせたな。さあディアドラ、分かっているとも、鏡を、私たちの用意はできたぞというところで、これより先は3人を除き進むことができませんということで、なんとアルドとディアドラしかパーティーに組み込めませんという状況に陥りました。で、うわっと思って、で、まだ鏡の中は入ってないんですけど、ある程度の装備とアルド君とディアドラのレベルをある程度上げてきました。これでいきたいと思います。問われるまでもない、今こそ真実を私たちに示せ。正直このアルドとディアドラのレベル上げ、素材集めが最も時間かかりました、この外伝で。今のところ結構大変だったな、本当に。それが実を結んでくれればいいんですけどね。さあ、行きましょう。
で、まだ外伝が始まって1日目なので、ツイッターとかでもそんなに情報がなくて、どれくらいレベル上げ、素材集めをすればいいのかわからなかったので、ひとまず、アルドは40ぐらいかな。で、ディアドラは38ぐらいまで上げてあります。お、また何か思い出せそうっすね。私の生まれ故郷だ。お、敵来ましたよ。で、全体攻撃かな。どれくらい使えばいいのかもわかんないですね、正直。これか。で、これ毒入ると体力回復の方法がほぼないので、マジで辛いですと。やばい、両方入った。もう使っちゃうか、これ。行きましょう。ダメだ。どういうことって感じですね。ディアドラパーティーから外れて一人になったんだけど。ちょ、すねないで。すねないで。フードの女出ましたね。ここで馬券が登場かなっていうところですね。なんとなく繋がってきましたね。おそらく、まあ、アナベルがお姉さんで、記憶を吸い取られるような感じですよね。なるほどね。これがディアドラなんでしょう。
ユニガンに帰ろうと。めちゃめちゃいい話ですね。ユニガンに帰りましょう。モニペルがいる。なるほどね。アナベル側も記憶がなくなってるのかな、ちょっとわかんないですけど、ね、めちゃめちゃいい話でしたね。そしてクラスチェンジで暗黒騎士になれましたと。で、最後にステータスを見て皆さんとお別れしたいと思います。で、レベル4のスキルが敵単体に残攻撃、地属性ダウン、ヒットポイント回復と。かなり強いですね。消費 MP もその分かなり大きいですけど。で、スキル強化をすると自身に3割ダメの腕力 70% アップという感じですね。使いやすさはあると思います。まあ、ストーリーキャラの中では強いキャラかなと。いう感じですねと。いやー、話だけをすればめちゃめちゃいい話でしたね。もう最後黙りましたね、普通に。という話と、まあ、アルド君と35レベルぐらいで足りるんじゃないですか。もう少し戦闘あるかなと思っていたので、本当に準備してたんですけど、全くいらなかったっすね。で、あの3体の毒攻撃を序盤でもらうと、かなり辛い感じのイメージは受けました。なので、レベル上げというより、おそらく武器、防具をしっかり揃えてあげて、突っ込めばそんなに高いレベルは必要としないんじゃないかなという感じの感想でした。いやー、最高でしたね。こういう外伝もの、まあ、これぐらいのボリュームだったらね、本当に一週間に一回くらい来てくれると、めちゃめちゃ楽しめそうだな、という感じはしましたね。次の追加コンテンツがいつになるかわかりませんが、引き続き皆さんとアナザーエデン楽しんでいければなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのLIKEボタン、コメントお待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。